はい、ナイスです。一応ゲームクラスとして、まあ、ポイント形式とかあとは、そのフォーメーションとかですね、あのサーブからやるゲーム形式もそうですけど、まあ、フォーメーションの中でどこのコース狙ったら、いい球打っててもコースによって、ポイントが取りやすかったり取りづらかったりするので、その、ね、部分を教えたり、まあ、守る立ち位置によっても攻めてる方が意外にカウンターでポイント取られたりとかね、あの立ち位置によってポイントの、ね、取りやすさが違うんで、それを教えたりしてます。角度のついたボールとか使っていきましょう。で、結構不利な状況になってもね、こううわ叩かれるなって思っててもちゃんと相手の挙動が見えててね、守りのポジションとあとはブロック系のボレーちゃんとしていければ結構不利でもカウンターでポイント取れたりするんで、ちょっとそこだけ気をつけてやっていきましょう。じゃあやっていきましょう。クロスにボレーを送ったところから、はい、行きましょう。まあ、1本目ちょっとつなぎ系で前に打っちゃったんで、前に打つときはちょっと厳しめにね打っていけるといいでしょう。2対0、いいっすね。ボレーがもうミス少なくていいっすね。それだけでプレッシャー負けない。はい、2対1。はい、じゃあクロスにボレーしたところから、はい、1-0。いいですね。どんどん上は使っていきましょう。できたらストレートロブのは抜きやすいと思いますけど、今のナイスロブでしたね。2-0。で、今バックのスライスの形になった時点で普通に繋いじゃうとフリーになるから、ストレートロブとかね、何かしらしないとね、相手にイージーにボレーさせちゃうからね。まあ、オッケー、勝ち残りいきましょう。あるある、前見て前見て前見て、そんなすぐだよ。ナイス、ウォッチ、ボールいきます。あー、リターンがいいっすね。足元行ったんでね。 OK、 ありがとうございました。